こんばんは。以前の動画で先生があまり痙攣中をよく話されていなかったので質問させてください。あ、そうですか。僕別に痙攣中悪いと思ってないですけど。痙攣中の説明会で系列大学の就職率が高いことなどをお話しされてたり、私は魅力的に感じてましたが、井ノ口先生は理系の高校理系の大学として名ではあまり評価されていないように思いまして、先生のお考えを聞いてみたいです。別に僕、名電中学校、名電高校に関しては悪いと思わないし、むしろ親身で見てくれる高校だな、中学だなと思って、そこはいいと思うんですけど、ただ推薦枠がないっていうのと、あと大学受験のことをしっかりやってくれるようなカリキュラムじゃないっていう2点だけが問題ですね。大学の合格実績見ていただくと分かると思うんですけども、名電高校の合格実績っていうのは中京、愛知、名古屋に比べたりとかするとやっぱりちょっと低いじゃないですか。まあ、名城高校に比べてもいいと思うんですけど、高校受験の時に名電高校っていうのは、まあ、いわゆる愛知、中京、名古屋のちょっと下で、高倉とか東邦とか東海学園よりもちょっと上っていう、そういった感じなんですけども、合格実績としてはやっぱりそんなに高いものが出てないっていうのがあるので、まあ、大学受験がすごくしにくいなっていう印象がありますね。ただ学校自体はすごくいい学校だなと思いますけどね。高校とか中学はすごく親身に見てくれる、そういった学校の印象ですね。ものすごく悪いとは全然思わないですけど、ただ大学の合格実績を見ていくと、やっぱり私立に行く意味っていうのは、大学の推薦枠を取るっていうのも一つの公立高校とかにはないメリットだと思うんで、だったら私立行くっていう目的はしっかり見てくれるっていう目的であるのか、それでも大学の推薦枠を取りたいっていうものなのか、何なのかっていうのを天秤にかけるっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。そうやって考えたら、こっちは良くてこっちは悪いっていうのがあるっても、まあ大丈夫っていうんだったら入ればいいし、両方とも取りたいっていうんだったら、やっぱそういった学校行かなきゃいけないしっていう話じゃないかなと思いますね。ありがとうございます。大学の国家出席、そうですね、名電に行ってる子たちも何人か僕の卒業生でいるんですけど、やっぱり推薦枠が足りないっていう、足りないじゃない、推薦枠があんまりないっていうので一般受験を強いられるんですよ。で、一般受験するって言っても、結構しんどいんですよね、あそこで一般受験するっていうのは。2つを考えた時に、名電っていう高校がどういった形でその勉強していくのかっていうのをちゃんと考えていかないと、結局大学受験の時一般受験したいぞ、よし、こうやってやるぞと思っても、まあ、課題だったりとか補習だったりとかっていうのもあるし、面倒見はすごいいい学校なんですけど、大学受験を本当に一人でやりたいっていう子に関しては、まあ、ちょっとこう邪魔になる授業とかも出ちゃうかなって感じですかね。